ピアノの音的大きさ的には、うん、あれ見ないと分かりません。単体でもかなりでかいですよね、多分、うん、そのぐらいじゃないと自分の聞こえないですか。そんなことないです、まあ、ちっちゃかった。自分の小さめが好きです。小さめが好きです、じゃ あの設定小さめにしてもらって小さめで大丈夫です。あのモニター弱いの弱点なんで、あ、大きいの弱点なんでうちのピアニスト、ちょっと弾いてみていただいて。あ、弾けなくなってる、どうしよう。アルコールが入ってない。そうなんですよ ね、 ねえそれだ、めっちゃ滑らかになる。言ってる人もまだ声出してるし、あなたの
ここで鎮守するんですよね。先ほどあの高音をあちょっと上げていただけると。まだ上げますか、ちょっとあのテニスコートの歌になっちゃうあのポーマスどうでしょうか。あ、はい、あのサシシュッセショウあたりが、はいはい、シャシャでお願いします。シャシャで、はい、まだ余裕はありますけど、はい、足りなければ、あ、じゃあちょっとこれで次をやってみて、はいはい、次が一番シャシャにしたいやつ、仕上げに手鏡見れば
これいきますか。錆びついてます。チャレンジ。
ないわ。あ、ちょうどいいよ。これくらいの感じでじゃあ。あんまり引っ張り終わるもんね。今の良かったですね。それはそれで。新境地。新境地だそうです。あ、じゃあほらこの譜面台で。すいません、長くやらせていただきます。